嬉しかったですし、その話をいただいた時に新潟でプレーしますっていうのをすぐ伝えさせてもらいました。大学4年生の春に大きな怪我をしてしまったんですけど、その怪我の中でもオファーをくれたのでありがたかったですし、やはりずっと新潟でプロになるっていうのを夢にやってきたので、本当にこれ以上ない嬉しさです。